都城市出身で中日ドラゴンズの柳裕也投手は今月7日から都城市内で自主トレを行っています。今日のトレーニングでは4人の後輩選手と一緒に走り込みなどで汗を流しました。また柳投手は球場を訪れた都城市の池田市長とキャッチボールをするなど笑顔を見せていました。守備手からちょっといいですね。すごいね。チームの選手会長として新しいシーズンを迎える柳投手、自主トレは今月25日まで都城運動公園で行われます。